じゃあ、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。僕も船に乗って学校に通うのやってみたいな。じゃあ、あかね屋の子になれよ。毎日嫌というほど海で遊んで暮らせるぜ。あれ？見つけた。砂糖水塗ろうっと。今日はちょっと賑やかだけど、みんな集まってもこの人数じゃ野球もできないよ。お兄ちゃん、野球は味方だけじゃなくて相手のチームの人数もいるんだよ。おーい、みんな取るよ。あれ、サイモンだ。はい、チーズ。おや、僕くん登場。これでこの町の小学生が勢ぞろいね。勢ぞろいって言ってもたった4人だけど、でもまあなんて賑やかなんでしょう。うちの光と一つ違いなんだって。時々一緒に遊んであげてね。ねえお母さん、私学校の先生に褒められたんだよ。なんで褒められたの？給食の牛乳全部飲めるようになったんだ。それはすごいね。やったね光。でも飲めなくても悪い子じゃないのよ。うん、先生もそう言ってくれたけど、光、いつの間にか飲めるようになったんだ。うちのお母さん、背が高いしかっこいいでしょ。うん、そうだね。光、お母さんのあっちの家族と一緒に住んでみたいな。ねえ、今日はどこへ行けば面白いか占ってあげようか。じゃあ、今日は3ね。1、2、3。はい。
ヤシコちゃんたちのお母さんと会ったよ。おや、もうそのような時期か。え、どういうこと？まあ、いろいろとな。静江さんは元気じゃったかい？どうだろう。え、どういうことじゃ。まあ、いろいろとな。あれ？さ、あれ？ねえ君、ヤシコ姉ちゃんちのワンちゃんだよね。あれ？林の中に何かあるのかな？それはボロボロに汚れて、なんだかほとんどわからなくなった犬のような生き物の亡骸だった。ねえ、君は誰？ここに泊まりに来てる静江ちゃんってどういう人？まあ、とにかくすげえやつって感じだな。多分この町みてえなところは俺にとっては良くても彼女にとって狭すぎるんだろうよ。俺が相手ね。行け、俺のクイーンカブト。じゃあこいつでどう？
悔しい。どうやらノコの天敵はお肉はらしいぜ。次、僕の番か。頑張れ。わあ、負けちゃうってば。ああ、強くなりたいよ。じゃ、次は俺の番ね。よし、行け。頑張れ。ああ、負けちゃったよ。どうやらノコの天敵はお肉はらしいぜ。次、僕の番か。負けちゃった。じゃ、次は俺の番ね。よし、行け。頑張れ。頑張れ。踏ん張れ。こらえろ。へへ、どんなもんだい。頑張れ。わあ、負けちゃうってば。ああ、負けちゃった。じゃ、次は俺の番ね。よし、行け。頑張れ。ああ、負けちゃったよ。次、僕の番か。頑張れ、頑張れ。じゃあ、これでいいかな。頑張れ、頑張れ。頑張れ。やった、いけるかも。わあ、負けちゃうってば。僕の勝ち。技レベルがアップしたよ。今度はどんな技を出すんだろう。頑張れ、頑張れ。頑張れ。頑張れ。これでいいかな。頑張れ、頑張れ。you
じゃあ、俺たちも元のところへ帰るぜ。僕くん、またね。こんにちは。おや、お客さんか。こんにちは。これ、夏休みのうちにもう一台打ち上げテストをする予定なんだ。これで成功したら、なんとか本番の三段ロケットにも目処がつくんだけどね。へえ、すごいね。ねえ、これって全部一人で組み立てたの？たけしに手伝ってもらったところもあるけど、まあ、ほとんど一人かな。ねえ、よお兄ちゃんはいつも一人で寂しくないの？もう慣れちゃったからね。昔、安子お姉ちゃんと仲が良かったんでしょ？でもそれって、10年ぐらい前の話だよ。確かにあっちが小学校に上がるまでは、毎日、二人で遊んでたけどね。今は？もう、全然だよ。だって、あっちが小学校に入ってから、一度も口聞いたことがないんだもん。そうなんだ。当時は寂しかったから、何度か家に行ったりしたんだけど、勇気がなくて入っていけなかったんだ。今もそうなの？そんなことないよ。じゃあ一緒に安子お姉ちゃん家に遊びに行こうよ。それはちょっと。勇気がないんだ。腹立つな。よし、行くぞ、行ってやる。じゃあ晩ご飯の後で公園の入り口ね。逃げんなよ。あれ？そこまで勇気がいることなの？まあとにかく僕は行くと決めたら行くんだ。いいかい？晩ご飯の後で公園の入り口に集合だよ。ねえ、お姉ちゃん、いつも窓の外を見てるけど、何を考えているの？うちの家のこと。なんだそりゃ。もう、大事なことなんだから。うちはね、女の子が二人いるけど、男の子は一人もいないんだ。そうするとどうなるの？みんなお嫁に行っちゃうと、誰もおじいちゃんと一緒のお墓には入らないでしょ？そうだね。そうすると、おじいちゃんとても悲しむと思うんだ。そういうものなの？まあ人によるけどね。
おじいちゃんと二人の女の子はずっと一緒に暮らしてきたんだから。ねえ、おばあちゃんっていつ死んじゃったの？もうかれこれ10年になるかの。まさかわしより先に行くとは思ってもみなかったの。ねえ、うちのおじちゃん昔は大工さんだったのになんで辞めちゃったの？それはね。どうしたの？いや、人には向き不向きというものがあって。それにしても俺は船乗りになれて本当によかったな。姉ちゃん、そのギター誰に習ったの？え？これは私が高校生の時に知り合いっちゅうかなんちゅうか男の人から習ったんだよ。なんでずっと同じ曲ばかり弾いてるの？あれ？そうかな？でもなんだか悲しい曲だね。そうだね。私にギターを教えてくれた人はそれほどたくさんレパートリーを持ってるわけじゃなかったの。レパートリー？自在に弾ける曲ってこと。だから私も得意な曲は数えるほどしかないんだ。ねえ、その悲しい曲はどこの国の曲なの？アルハンブラの思い出のことかな。だったら多分スペインの曲だと思うよ。ガキども、ご飯だよ。短い船旅ですが、皆様ごゆっくりお楽しみください。じゃあいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お坊さん明日だっけ？うん、朝一番で来るって。お坊さん？そうよ、お経をあげに来てもらうの。お墓に？いや、うちは仏壇。相良のうちはお墓に行ってあげてもらうけど。変なお坊さんなの。びっくりしないでね。Thank you.
ボク君、明日お坊さんが来られるから遊びに行っちゃダメよ。明日のいつ頃来るの？朝の船だろうから朝ごはんを食べ終わった頃に見えると思うよ。今日の晩ごはんはお野菜たっぷり栄養満点のあら汁に、サバの竜田揚げと絹さやの卵とじでした。なんだ、逃げないでちゃんと来たんだ。なんで僕が。お兄ちゃんこそ用事もないのにちゃんと来てくれたんだね。そりゃそうだよ、約束したんだもん。それにしてもこれじゃ僕が安子ちゃん家に肝試しに行くみたいだね。肝試し？ここ昔は太い大黒柱があるような大きな家だったんだって。今はコンクリの家だけど、公園から見える三河の木だけは昔のまんまらしいよ。お姉ちゃんこんばんは。こんばんは、ボク君。あれ？今日はどうしたの？え？嘘？嘘じゃないもん。なんで？ボク君とは？ちょっとした知り合い。そうなの。今日はどうしたの？いや、ボク君がどうしても連れて行くって言うから。僕、やっぱり帰るよ。え？せっかく来たのに。そうだよ。いや帰る、ごめんなさい。あ、ちょっと待って。あのね、実は私、陽君にお話ししたいことがあるの。もう何年も前からなんだけど。え、それって何？あのね、どうしたの？今度昼間家に行くよ。すごい久しぶりだけど、その時話してあげる。おじさん元気かな？どうだろう、最近山から降りてこないんだ。もう50過ぎだっていうのに。そうなんだ。大人になってから初めて安子ちゃんと口を聞いたよ。あら、大人だってまだ高校生と中学生のくせに。そうだね。じゃあ先に帰るよ。あのね。何？ちょっと楽しかった。私も。じゃあね、おやすみ。うん、おやすみなさい。あれ、僕たち確か小さい頃にさよならの時に使う決まり文句があったと思うんだけど。え？もうわかんないよ。そうだね。じゃあおやすみ。うん、じゃあね。おい、君はただのいたずらっ子？それとも人心をかき乱す悪魔みたいな危ないやつ？なんだそりゃ。もうちょっと責任感じてよね。これは私にとって結構深刻に大事なことだったんだから。君が登場して私がどれくらい驚いたか想像つく？まあいっか。あ、でも今度陽君家に行かなきゃならないのか。
でも静江さん、サイモンは日本の情勢が世界一美しいと思ってます。これ紙に誓ってもいいです。じゃあ例えばあなたの祖国の女性たちと比べてどっちが好き？求婚するならやっぱり自分の祖国の女性の方がいいでしょ？え？その質問困ったな。なんで？ちょっと訳ありでね。サイモンたら変な日本語ばっかり知ってるんだから。あなた本当は日本人なんでしょ？ねえ君、この変なカメラマンに妙なこと教わっちゃダメよ。なんで？面白すぎるから。サイモンにいじめられてます。助けてください。サイモンにサイモンたら、もう静江さんと仲良しになっちゃったんだよ。